それでは株式会社エクサウィザーズ2023年3月期第3四半期決算説明会を開始いたします。本日の登壇者をご紹介します。代表取締役社長の石山です。よろしくお願いいたします。執行役員社長室長コーポレート統括副部長の河井です。よろしくお願いいたします。執行役員コーポレート統括部長の藤原です。よろしくお願いいたします。 私は司会を務めます IR 部長の高山です。本日のスケジュールをご案内します。本日はまず30分程度、決算説明資料に沿って、石山から今回の決算の内容をご説明いたします。説明の後、質疑応答を19時までお受けいたします。また、本日ご説明の資料のほか、本日同時に発表した業績輸送の修正、及び事業譲渡による特別利益の計上の適時開示、 データシートや FAQ を当社ウェブサイトの IR ページにて公開していますので、必要に応じてご利用ください。質疑応答の方法についてご案内します。ご質問のあります方は、ズームの手を挙げる機能を用いてお知らせください。その後、当社よりご指名しますので、ミュートを解除し、ご自身の所属、お名前をお知らせいただき、ご質問ください。ご質問はお一人様3問までとさせていただきます。今回の説明会については録画をしており、 後日当社の IR ホームページに掲載させていただく予定ですのであらかじめご了承くださいそれでは早速ご説明に移ります石山さんよろしくお願いいたしますはいエクサビザーズ代表取締役社長の石山ですそれでは私の方から2023年3月期の第三四半期の決算説明を始めさせていただきます本日のアジェンダは以上のような形となっております それでは早速、2023年3月期の第3四半期の決算サマリーについてご説明させていただきます。こちらがエグゼクティブサマリーになりますが、2023年3月期の第3四半期累計の売上高は40億800万円、前年同期比プラス21.9%、第3四半期、この3か月,月での売上高は 13億8500万円、前年同期比プラス5.3%となり、えー、引き続き成長を維持しております。えー、第三四半期3か月の営業利益は、えー、マイナスの1億3800万円、前年同期比マイナスの1億、えー、1000万円となっております、えー。今回、AI プラットフォームの第三四半期売上高。 営業利益の実績が想定を下回り、また、第4四半期の足元の進捗からカバーが難しい見通しとなったこと、また、AI プロダクト事業の c a r e w i t h h a n a s の事業譲渡による特別利益の計上を見込むことから、通期業績予想を修正しております。続きまして、セグメント別のエグゼクティブサマリーになります。AI プラットフォーム事業につきましては、第3四半期累計の売上高は、 34億6000万円、前年同期比プラス20.8%、第3四半期3ヶ月の売上高は11億5900万円、前年同期比プラス2.8%、当期で一部大型顧客での案件縮小が発生し、想定を下回りました。第3四半期累計の長期継続顧客売上は25億8300万円。 対売上比率74.7%と引き続き高い水準を維持しております第三四半期累計の営業利益率は6.4%前年同期は14.0%売上高が想定を下回り一方で削退費で人員増による人件費増加により利益率が低下しており第二四半期累計では8.1%となっております 続きまして、AI プ,プロダクト事業につきましては、えー、第三四半期累計の売上高は5億4700万円、えー、前年同期比プラス29.1%、えー、第三四半期3か月の売上高は2億2600万円、前年同期比プラス20.5%と、想定通りの推移をしております。えー、介護・技法研修を除く AI プロダクト合計での第三四半期累計の売上高成長率は46.8%と、 引き続き続高水準となっております業務提携先のケアコネクトジャパンに出資を検討するとともにケアウィズ・ハナスとの事業譲渡を決議しております当社は介護新領域を開発し介護記録に強みを持つケアコネクトジャパンとの協力関係を深め介護事業,事業所経営をともにサポートしていきたいと思っておりますこちらの内容につきましては後ほどまた詳細をご説明させていただければと思います えー、こちらが、えー、業績サマリーとなっております。それでは、えー、続きまして、えー、2023年3月期、第3四半期の連結業績の概況につきまして、ご説明させていただきます。えー、第3四半期累計の売上高は、前年同期比プラス21.9%と、成長を維持しております。営業利益は前年同期比での人件費等の増加により、えー、マイナスの4億2500万円となっております。 第3四半期3カ月の売上高は13億8,500万円で前年同期比プラス5.3％、営業利益は主に AI プラットフォーム事業の要因によりマイナス1億3,800万円にとどまっております。こちらが連結の損益計算書になります。そしてこちらが連結の貸借対照表になっております。 それでは続きまして、セグメント別の外況についてご説明をさせていただきます。我々の事業は AI プラットフォーム事業と、それから AI プロダクト事業の2つの事業セグメントを持っておりまして、いずれの事業におきましても、我々のプラットフォームのエクサベースに革新的なアルゴリズムとデータが蓄積されていくと、そういうビジネスモデルになっております。 現在、AI プラットフォーム事業が86%、そして AI プロダクト事業が14%という形の売上構成費になっております、はいで。第3四半期累計で AI プラットフォーム事業はプラス20.8%、AI プロダクト事業では29.1%の成長を取れております。 それではセグメント別の該当につきまして、AI プラットフォーム事業からご説明をさせていただきます。我々の AI プラットフォームは Exabase という名前でして、下から順番にご説明いたしますと、社内にですね42%ぐらいの従業員が戦略コンサルタント、それからビジネスデベロップメントのチームという形になっておりまして、この戦略コンサルタントが各大企業のですね、 CXO の方々と直接経営課題を解決するという形でビジネスを行っておりましてこれによって高い顧客当たり単価を達成しておりますそしてあの真ん中の部分ですがエクサビザーズが保有する特許になりますけれども申請特許ベースで191件という形で今回また増えておりまして上場している AI ベンチャー企業の中では最大規模という形になっております で今、全社員の45%くらいが、えー、エンジニアという形になりますが、えー、類似の,です、ね、あのプロジェクト、ユースケースが来た場合には、えーまあ、ほとんどソースコードをです、ね、そのまま再利用することができますので、えー、高いあら率になっているという、そういうビジネスモデルになっております。えー、そして一番上の部分ですが、 我々は単に AI のアルゴリズムを提供するだけではなくて、UI、UX、あるいは MLOps と言われているような運用の機能も提供させていただくというところをやっておりまして、これによって高いです、ね、継続率を維持することができておりまして、この構造をさら、ね、に強化するべく、Exabase の中から Exabase Studio というところをです、ね、成長戦略に成らして、パースモデルへの移行を今行っているというような形になっております。はい でもう1つの、えー、我々の強みがワンストップというところでして、あの下のところを見ていただきますと、あの各ベンダーの皆様は、えー、この CXO の方、あるいは経営陣の方の、えー、経営課題を解くというところにつきまして、えー、バリューチェーンのです、ね、一部の部分に対しまして、強みを持っているというような形になりますが、我々こちらのすべてのケーパビリティを保有しておりますので、ワンストップで,です、ね、課題を解決することができると。 で中長期の KPI にコミットすることができまして、こちらのほうがです、ね、大変高くご評価いただいているというような形になっております。はい、でそれからわれわれの累積の特許の出願数というところですが、右側を見ていただきますと、こちらのような形でですね、あの増えていっております。であの 特定の領域あるいは特定の技術にですね、あのフォーカスすることなく我々、このマルチセクターそれからマルチモーダルでさまざまな領域それからさまざまなデータタイプにですね、適応するようなことができるというところが我々の AI 技術の強みというような形になっております。 はい、であのこの AI プラットフォーム事業の中期的な戦略ですが、一番左側がですね確立済み事業モデルということで、先ほどあの特許が191件すで、えー、に申請しているという形でしたが、これまででさまざまな AI アルゴリズムを自社のプラットフォーム蓄積してきました。であの現在このの真ん中の部分を進めめてててておりまして、えー、そしそ貯きたですね えー、AI アルゴリズム自体を、えー、このエクサベーススタジオという我々の、えー、AI プラットフォームからです、ね、簡単にあのご利用いただけるという形でのパース型、ライセンス型での、えー、課金がです、ね、進んできております、えー。一方で AI のマーケット自体がまだまだ過渡期というところがありますので、えー、アルゴリズムのです、ね、蓄積特許の出願というところもあの並行して進めておりまして、えー、今あのこれがハイブリッドな状態になっているという形ですがおおよそです、ね、あの AI のアルゴリズムの蓄積が終わりますと段階的 右のようなな形になりましてプラットフォーム売上の方が最大化されていくというような形で成長戦略を進めております。はい、でこちらの AI プラットフォーム事業ですが、第3四半期累計の売上高は34億6000万円で、前年同期比プラス20.8%、第3四半期3ヶ月での売上高、営業利益が想定を下回っております。続きまして 当、第3四半期で予定していた一部大型顧客での案件縮小および人件費等の増加により、売上高、そして営業利益が想定を下回っております。一方で、長期継続顧客につきましては、売上は25億8300万円に拡大しておりまして、新規のです、ね、顧客も安定的に引き続き確保できているような形になっております。 はい、でここからです、ね、少しあの、えー、ユースケースをあの AI プラットフォーム事業についてご説明させていただきます。えー、一つ目は、えー、出光さんの中 経営計画におけるスマートよろずや構想、DX による企業生産性向上、そして人材育成などに共同で取り組む業務提携を発表させていただいております。でさらに右下の部分になりますが、あの本業務提携に伴い、当社の株式をです、ね、一部取得していただいているというような形になっておりまして、このようなスキームがです、ね、現在、始まっているというような形になっております。 続きまして、ヘルスケア領域での事例のご共有になります。 アストラゼネカ様、それからアステラス製薬様、第一三共様と製薬企業の中心に単にですね AI アルゴリズムを提供するだけではなくてこちらの事例にある通りですね AI アルゴリズムが搭載されたアプリケーションを実際に構築してですね大きめのプロジェクトをご一緒させていただいているというような形になっております。で左下の部分が製薬企業に加えてですねヘルスケア領域その他の領域も広がってきておりまして左下はあのゼンプレス様という えー、国内の,あのピラティスのスタジオがあのナンバーワンのシェアを持っている会社様ですが、えー、こちらの方でのですね姿勢の解析も弊社の AI に活用いただいておりまして、えー、B2B2C のようなですねご活用も広がってきているような形になっております。 続きまして、金融領域の取り組みになりますが、左下ですね、これまでの証券会社様、あるいは,は M&A のですね専門会社様にご活用いただいておりました、エクサベース企業検索を、ですね今回、地銀の皆様にもご活用いただけるような形でリリースをさせていただいておりまして、地銀での活用が進んでおります。で加えまして、右側ですね、元金融庁で現在、一橋大学の大学院の経営管理研究科の客員教授の佐々木清 高氏がですね今回、エクサビザーズの、えー、アドバイザーに就任しておりまして、サスケ u 氏の得意なですねレグテック領域にも、あのこのフィンテックの領域がですねもう一段拡大する形で参入を始めているというような形になっております。続きまして、ロボティクスの領域ですが、左側ですね、えー、こちらあの JAXA 様との共同の案件でして、あの宇宙における案件になりますが。 えー、いわゆるあの映画なのでよくあの、えー、宇宙拠点の中のクルーの作業中にですねいろんな事故が起きるというところを見られることもあるかと思いますが、えー、こういった作業をですねロボットで自動化するというところになっておりまして、えー、こちらの事例につきましては我々のマルチモーダルのですね AI の,あのユニークさというところを1つ表している事例になっているかと思います、えー、そして同時にですね右側です、ね、あの川田ロボティクス様とも、えー、広常量工程全体のですね所要時間を30%短縮するような事例も、えー、作っております。 まして宇宙から漂流まで幅広くですねロボットの方の AI の事例も広がってきているというような形になっております、はい、でさらにこの AI プラットフォーム事業を中心としましたあの採用戦略というところで現在、ですねあの新卒採用の戦略をかなり進めているのですがその中でエクサビザーズアカデミアと。 いいいうイベントを開催させててただいております、えー、その中でですねあのテクノロジーで社会課題解決に挑戦する Z 世代の起業家たちということで、えー、タイミーの小川様とそれから山内ナンバーテンファミリーオフィスの山内様と、えー、それから Web3 起業家としても今非常に有名なアスタネットワークの渡辺壮太様という形で今回ご登壇いただく形になっておりましてこのようなですね、えー、形でのイベントを通じまして新卒採用を中心とした若手 人材のですね採用の方も引き続き強化をしているというような形になっております。はい、では続きまして AI プロダクト事業のセグメント別の概況についてご説明をさせていただきます。 我々の AI プロダクト事業は、この超高齢社会の進展に伴いまして、社会保障費の増大ですとか、あるいは労働人口の減少に対応しまして、新たな市場がです、ね、生まれていると、でここに対して、社会課題を解決する AI のプロダクトを提供させていただくということを進めております。 でテーマが、えー、労働人口減少に対しまして DXAI プロダクト、それから社会保障費の増大に対しましてソーシャル AI プロダクトと2テーマあります。で特に現在伸びておりますのが、左側の DXAI プロダクト。でこの中でもあのエクサベース d x アセスメントラーニングが好調、えー、でして、すでにですね800社以上の会社様にご導入いただいているというような形になっております。でこちらはあの日本の、えー、企業のですね、 中にどういうスキルを持った DX 人材が何人いるのかということをアセスメントしつつ、さらにです、ね、適切な e ラーニングのコンテンツをです、ね、レコメンデーションさせていただくというプロダクトになっておりまして、現在のリスキリングのマーケットとの,です、ね、あの勃興もあいまいまして、非常にです、ね、伸びているというような形になっております。 で右側があのソーシャル AI プロダクトの方になりますが、こちらにつきましては、今回、新たにあの戦略を更新しておりますので、後ほどまたご説明させていただければと思います。はい、でこの AI プロダクト事業の第3四半期累計の売上高は、5億4700万円と、前年同期比プラス29.1%の成長となっておりまして、営業損失もですね改善傾向を継続しているというような形になっております。 また、第3四半期この3ヶ月の売上高は、2億2600万円と、前年同期比プラス20.5%の成長となっておりまして、これに伴いまして、営業損益も改善傾向を継続しているというような形になっております。 であの今回の、ねえー、DXAI プロダクトとそれからソーシャル AI プロダクトの、えー、成長率なんですが、あの昨年です、ねあの、その他に該当しております、えー、介護技法研修の部分につきましては、えー、事業上としておりますので、ここの部分を勘、ね、案しまして、えー、現在注力しております AI プロダクト事業とそれからソーシャル AI プロダクトの2点だけです、ね、の成長率を見てみますと、あの実は46.8%という形の成長率となっておりまして、えー 高いですね成長率を維持しておりまして、プロダクト売り上げ比率もですね徐々に高まってきているというような形になっております。はい でこの中であの今、一番伸びておりますエクサベース DX アセスメントラーニングですが、えー、日本の各大企業の中でのですね、えー、グループ社員、えー、全社受験みたいなところがかなり進捗してきておりまして、左側、えー、SBI ・新生銀行グループ様で、えー、グループ社員、えー、約6500人、そして右側は中部国際空港様でグループ全社員約1000人のですね、えー、DX アセスメントラーニングの提供が始まっているというような形になっております。 でこうした全社受験で,の,です、ね、あの受験が今、加速してきておりまして、あの以前にもご紹介させていただいておりました、す、え、で、ー、に全社受験、4000人規模でやっていただいている札幌ホールディングス様からは、えー、社内のです、ね、このリスキリングのです、ね、事例につきましてもご共有をいただいておりまして、えー、こういった事例共有を通じまして、さらに顧客をです、ね、獲得するという形のポジティブなサイクルが進み始めているというような形になっております。 また、この領域で以前に業務提携を発表させていただいておりました、ユーデミビジネス様との連携ですけれども、こちらのはあはエクサベースのアセスメントラーニングを受けていただいたときに、そのアセスメント結果に応じまして、ユーデミビジネスの中の8000以上のコンテンツの中から、適切なですねコンテンツを我々の AI を活用しまして、レコメンデーションするということをご一緒させていただいておりますが、利用者のですね7割が本サービスでレコメンドされた講座の 継続受講を希望ということで、非常にこのアクティブ率が高まるということで、えー、ご評価をいただいている形になっておりまして、連携もですねどんどん進んできているというような形になっております。はい で以上が DXAI プロダクトですが、続きましてあのソーシャル AI プロダクトの,あの介護領域の部分につきまして、え戦略のです、ね、進捗がありましたので、ご共有をさせていただければと思います。えー、今回ですね、あのケアウィズ・話すと記録、これはあの各介護施設に対しまして、例えば石山さん、朝食全量接種完了とかこう言っていただきますと、そのまま音声認識で、えー、介護記録がです、ね、あ介護カルテの中に記録されていくという、そういう、えー、サービスでございました。でこちらの領域につきまして えー、既にですで、ね、に1万2000施設に対しまして、えー、ケアカルテを導入しているケアコネクトジャパン社とですねあかねてから、えー、提携をしてきたというような形だったのですけれども、えー、この度ですね、このケアウイズ、話すとを、えー、同社に対しまして、えー、事業譲渡をあのさせていただくとと,ともにですね、えー、その,あの真ん中の部分になりますが、えー、2023年の4月をめどにですね このケアコネクトジャパンに対してマイノリティ出資を予定させていただいているというような形になっておりますで、このかつてからケア領域におきましては、えー、例えば、えー、在宅のケア領域におきまして あの福祉用具のシェアナンバーワンの山下様とですね、ジョイントベンチャーを作るみたいなことを進めさせていただいておりましたが、今回、このえケアコネクトジャパン様とのですね提携関係がもう一段進むことによって、1万2000施設のえネットワーク、それからですね、ケアカルテのさまざまなデータセットを持っている会社様とえ提携しながら、このケア領域を進めていくということになっておりまして、戦略が1段階ですね進捗しているというような形になっております。なおですねこの今回の,あの事業状況 にかかる特別利益の計上額につきましても約2億8000万円ございますというような形になっております次のページお願いします。 で具体的にはあの今回のですねあの提携をもちまして、あのー、ケアカルテとそれから話すとこちらのほあをケアウィズ・話すとです、ね、事業上とさせていただいた形になりますので、えー、ケアコネクト・ジャパン様の方でですねあの運営をいただく流れの中から、えー、提携関係自体はですね強化されておりますので、えー、このケアウィズのですね新しいこのプロダクトのシリーズをですね、まあ、協力しながらさまざまなです、ね、ケアの,あの社会課題を解決していくと。ここちらののの領域はあのーえーこの 職の領域に限らずですね、介護領域の生産性を高めていくためのですね、あの必要なサービスがまだまだいろいろと必要というところがありますので、介護施設に対しまして、これからケアビズシリーズの中でですね、さまざまな機能を提供していきたいというふうに考えております。それでは、2023年3月期の続きの業績見通しの修正につきましてご説明をさせていただきます。 えー、今回、主に AI プラットフォーム事業で想定を下回る進捗と。 ととなったことにより業績予想を修正させていただきま,すでまず1番目、ウェイアイデータ化につきましては、AI プラットフォーム事業におきまして、一部の既存大型顧客の案件が縮小したこと、および第4四半期足元の見通しで引き続き、同顧客案件からの売上が見込むことが難しくなったため、またこれをカバーする新規案件の追加確保が難しい見込みとなりまして、今回、予想を修正させていただいております。 一方で AI プロダクト事業はあの計画通り売上につきましても進捗しているというような形になっております。 で続きまして、営業利益に関しましては、えー、上記の理由と、えー、同じ理由から、えー、売上高に記載のとおりの,あの売上げ低下は見立つとなる見通しとなりましたが、一方でこの際、えー、主な費用である人件費等は、基中の,あの人数増加に伴い増加しておりまして、えー、コストコントロール施策は今回行っておりますが、えー、減収額を補うには至らない見込みとなりまして、予想を修正させていただいているというような形になっております。 AI プロダクト事業につきましては営業利益につきましても計画通り推移しております。続きまして、経常利益につきましては営業利益が投資予想を下回る見込みのため予想を修正させていただいております。 で最後に、えー、当期純利益の部分につきましては、先ほど解説させていただきました、えー、キャ r ビ w e s h a n の、えー、事業譲渡により、特別利益約2億8千万円を計上する予定となっておりまして、えー、計上利益までの修正計画と、えー、本件状態共感し、予想を修正させていただいているというような形になっております。はい、でこちらが、えー、業績予想修正の概要という形になっておりまして、えー、ご覧いただきましたら幸いです。 ではあの最後に2023年3月期の通期決算についてご案内をさせていただきます2023年3月期の通期決算は5月11日に発表予定です足元ではあの大変遺憾ながら大型顧客での案件縮小があり計画未達となりましたが FT 型課金中心からパース型課金中心へのモデルへの進化の基本戦略は着実に実行しております 続きの決算説明会では以下の事業戦略等について説明する予定ですパース型課金モデルへの進化を推進するキープロダクトとなるエクサベーススタジオについて足元では予定通り開発は進捗しておりまして2024年3月より商用版をリリースする予定となっておりますまた事業拡大を遂げているエクサベースアセスメントラーニングをはじめとして各事業での戦略取り組み状況についてもご説明させていただきます また、2024年3月の業績見通しおよび以降の売上成長、利益と事業投資のイメージにつきましてもご説明をさせていただきます。はい、以上となりますす最後にですね、えー 今回、あの市場の中であのチャット g p t などのですね、あの大規模言語モデル自体がまたマーケットの中で成長してきておりますのでこちらとですね、えー、と弊社の事業とのですね、関係性につきまして、えー、ご説明をさせていただきましてお、えー、わびとさせていただければと思います。 であの結論としましては、この,あのチャット g p t などの,あの大規模言語モデルを活用したサービスの登場は、ですね、最終的には、今、の今我々が成長戦略として進めております、エクサベーススタジオのですね、利用価値を向上させる、要するに、えー、チャット g p t および大規模語言語モデルの API をですね、あの今後あの、エクサベーススタジオの中でも活用する中で、AI アプリケーション構築が進んでいくという形になりますので、えー、ポジティブなですね、影響が生まれ始めております。 例えばですね1番2番の部分ですが複数のエクサビザーズのマシンラーニングの API とですね大規模言語モデルの API を組み合わせたいですとかこういったことを進めていく場合にはこの大規模言語モデル側もですね ファインチューニングですとか、あるいはプロンプトデザインと言われているようなさまざまなチューニングが必要になってまいりまして、こちらの方はそもそも自然言語処理自体を強みとしておりました、あのエクサビザーツだからこそできるチューニングみたいなところも多数ありまして、えー、あの競合他社にあの対しまして、えー、詳細のですねチューニングができるではないかと思っております。 でさらにその他のですね API も様々組み合わせて、最終的には UI、UX、それからインフラの構築も含め,含めてですねあの AI アプリケーション構築をしていくというような形になりますが、こういったものをすべて統合するような形でエクサベーススタジオの方が動いていきますので、えー、こういったあの大規模言語モデルのですね、えー、登場自体は、あの弊社にとってもあの非常にポジティブな影響が出始めております。で具体的にはあのエクサベースのマシンリニング API、あるいは大規模言語モデルと同時にですね、今、 あの非常にマーケットを が活性化している画像生成をですね全てこう組み合わせたようなサービス開発ができないかですとか、あるいは複数のですね大規模言語モデルを比較併用したサービス開発をエクサベーススタジオでできないかですとか、あるいは特定のえ要約をするようなですね自然語言語処理のタスクに対しまして、あの大規模言語モデルを使った生成系と、あるいは従来の,あの抽出型のアプローチをですね比較併用して最適化するようなサービス開発ですとか、えこれに限らず、ですさまざまな問い合わせが来ておりますので、あの大規模言語モデル関連の のですね、あのワークショップ開催みたいなところも始まっておりまして、えー、顧客面それから採用面のです、ね、両面でリード獲得につながっているというような形になっております。えー、ということであの今回ですねあの一部 AI プラットフォーム事業の,あの個社の,です、ね、あの案件の縮小というところがございましたがあのマーケット全体にとりましてはまだまだです、ね、足元強い需要を感じておりましてあの今回、えー、特定個社における影響はあったものの、えー、引き続きですね AI の活用、それから DX のですね活用というところに関しましては、えー、マクロ全体としましては強い需要を、えー、感じておりますので引き続きですねあの売上の方を拡大していきたいというふうに思っております。えー、私からは以上です。それでは質疑応答に移ります。ご質問があります方は Zoom の手を挙げる機能を用いてお知らせください。その後当社よりご指名しミュートを解除いただき。 ご自身の所属、お名前をお知らせいただき、えー、ご質問ください、えっと。まず、あの、先にですね、えー、チャットでいただいている質問の方をですね、回答させていただければと思います。えー、片山様に、今度片山様からいただいている質問を読み上げさせていただきます。えー、片山様、もしも補足があればお知らせください。えー、顧客の IT 投資需要について、全体としては旺盛な需要が継続とのことですが、 業種や案件規模別ではムラが生じているような状況なのでしょうか。例えば、中古型の案件は数多くあるが、大型案件に関しては予算規模に対して顧客側の見直しが入っているようなケースが増えているのかなど。2問目です。今回、業績予想を下方修正されましたが、これを受けて来期以降の投資、採用計画の見直しについて考え方に変化が生じている点はありますか。3つ目です。 大型顧客のあ、大型案件の剥落について、faq 資料では複数社で発生していると見受けられます。他の既存大型顧客でも同様の動きが発生する可能性についてはどのように見られていらっしゃいますでしょうか。はい、それでは石山さん回答をお願いいたします。 えー、では、あの1番目のご質問と3番目の,あのご質問ですね、あのセットでご回答させていただければと思っております。で我々の中でもかなり分析を今しているのですが、えー、特定の業種ですとか、えー、特定の案件タイプみたいなところにですね、依存するような形での,、えーまあ、その予算の縮小みたいなところが傾向として出ているかというと、 ところにつきましては、まだですね実はそこまで来ていないという形になっておりまして、えー、本当にあの特定個社のですねあの財務上の事案によって予算が縮小した結果という形になっております。で、あの3番目のご質問にあった通り、今回、の大型の案件だったというところで、全体の売上におけるインパクトというところもあの、えー、一定大きかったという形になっているんですが、一方で、です、ね、あの他顧客の中では、あの上位顧客の中でですねさらに顧客当たり単価が増大している という会社様もやはりあの同時に複数社ありまして、あのここはもう本当にですねどちらも個社ごとの,、えーまあ、あの理由によりまして、影響を受けているというような形になっております。 であの2つ目にご質問にありました、あの以上を受けまして、あの今回、業績を下方修正した結果、来期以降のですね、えー、まあ計画についての見直しがあるかという点につきましては、今回ちょっと、その古社の影響を受けてしまったというところもありまして、あの当初イメージしていたよりは、売上高成長率がですね若干下回ってしまったという形になっているんですけれども、あの全体の構造という意味で言うと、もともとのファンダメンタルがですね何かこう大きく変わっているかというと、そうではないというふうに思っておりまして、えー えーえー、と思っておりますであの一方で、ですねあの今回あの、やはりこの、えー、大規模顧客の中での一部はく落があったというところをです、ね、来期の,あの計画を立てる際には、えーあのまあ、今回の,あの反省を生かしながら、ですねあの吸収してあの、えー、次回のですね計画策定には反映させていきたいというふうには考えておりますすありがとうございますでは手を挙げていただいているみずほの小林様。 その、はい、機会ありがとうございます。みぞうしの小林です、えっと。私からもちょっとさもお願いします。えっと、また同じ質問の別の聞き方みたいなことなんですけど、一部顧客とのことなんですが、これはあのトップ10の会社さんなのかというところと、あとその近い規模になり得る顧客の開拓、今、先ほど大型化進んでいるお客さんもいるという話なんですけれども、まあ、そのこう今、 あの予算が縮小した部分をオフセットするぐらいにこう規模が膨らむお客さんがまあどれぐらいこう候補としていて、そのカバーがその人たちが膨らんで、利益もカバーが進むのはいつ頃の見通しなのかというところについて、ちょっと論点が複数あって恐縮なんですけど、これ1点目でお願いします、はい、まずではあの1点目から順にあのご回答させていただきます。あはい えまず、ご質問につきましてはあの2つの観点ありまして、失礼しました、えー、まずですね今回、いわゆるその一部大型顧客の剥落をですねあのリカバリーするくらいに他のまの顧客で,ですね吸収してオフセットできている部分というのはえっと一定あると思っております。でこれによって えっと、いわゆるその何て言うんでしょうかね、売上高成長率自体はプラスになっていると、ただ一方で当初掲げていたような高成長の水準までのです、ねえっと、オフセットに加えたアドオンというところがあのなされるところまで,です、ね、どうしてもちょっと伸びきらなかったというところがありますが、あの結論としましては、<laughs> 上位顧客の中でオフセットできるぐらいのです、ね、サイズのリカバリーみたいな案件もです、ね、生まれてきているというような形になっております。 でその中であのトップ10かどうかというところに関しましては、えー、すみません、ちょっとあの失礼します、えー、失礼いたしました、えーあの、トップ10顧客の平均顧客単価みたいなところにつきましてはあの、通知で開示させていただいておりますので、その辺につきましては、あの次回の、えー、決算説明の際に、ですねもう一段階、解像度高いところでご説明をさせていただくことができるかと思いますが、あの上位顧客であるというところに関しましては、えー、その通りかなというふうに思っております。 であのもう一つの観点であの、まあ、まさに来期以降エクサベーススタジオの方ですね、あを強化していくという流れの中からやはりこのアセスメントアンドラーニングで今、者数も伸びてきているところがありましてでこちらの方が AI プラットフォーム事業の売り上げに転換され始めていると、でこことあのエクサベース対オがつながっていきますと、増えた社数の平均のです、ね、顧客当たり単価も、早期また一定増やしていけるという形がありますので、引き続き、まあ、トップ10を中心としまして、顧客当たり単価をです、ねあのえー、増やしていくで、それは新規のトップ10の獲得も含めて進めていく。一方で <coughs> 全社的にですねエクサベーススタジオを提供する中で、全体のですね顧客当たり単価も上げていくというところを並行して進めていきたいというふうに考えております。 ご挨拶ありがとうございます。えっと、大きく2問目になるんですけれども、えっと、ちょっと従業員の方の数の増加トレンドが、ちょっと私のあ、ちょっとですね、ちょっとあの鈍いかなっていうふうに見えます。で、これに関して、えっと、退職率が上がっているということはないのかという点や、まあ、これ、出の話ですね。でもう一つは、採用競争環境というところに、こう、ご変化はないのかっていうところについて、これ2点目でお願いします。 えっと、まずですねあの、大前提というか、あのまあ、背景としまして。 えー、今回です、ね、採用方法自体も以前の決算説明でも少しご案内させていただいたかと思うんですが、えー、と我々自体の採用手法自体をです、ね、一段階こうトランスフォームさせにいくということを進めています。でそれはやはりこのどうしてもこれまで,です、ねえーえー、エージェント費を言ってこうお支払いさせていただく中であの採用を進めてきたところから採用費自体の効率化というところも進めておりまして、あのリファレンス採用を実際に進めていってであの、インターナルには KPI 持ちまして、 あのエージェント比率ですとかリファラル比率をですねこの水準まで持っていくということを進めておりましてこちらの方の進捗自体はかなり順調に進んでいるというような形になっております。でそうしたトランスフォーメーションがいって我々の中でもある中で えー、離職率自体がですね何かこうすごい高まってるかというとそんなこともないなと思っておりましておそらくこの業界水準のですね平均値みたいなところと比べていただくと、えー、かなりですねあの金属年数ですとか退職率自体もですね、えー、良い方なのではないかなというふうにあの思っておりますであのその中でですねあのもう一つご質問いただきました採用、えー、市場のこのま変化みたいなところで申し上げますと、えー、っとまあ、これこちらの方もですねかなり流動的な印象を受けとる まして、例えばそのコンサルタントの採用みたいなところにつきましては、えー、と例えばあの上半期みたいなところで申し上げますと,、えーとまあ、あのかなりですね えと世の中的に採用競争がですね、あのー、強まっているという、ね、印象もありましたが、一方で、ですね各コンサルティングファームの足元のですね景況感というところもいってばらつきがあるなと思っておりまして、えー、とさほどですね採用強化していないプレイヤーも出てきているような印象を受けておりますので、あのー、ちょっとこの通きの中で、ですね、あのー、かなり優等的かと思っております。で、それからあのエンジニア採用の方につきましては、あのーまあ、海外のですね大手プレイヤーを中心に、あの少し、あのーまあ、雇用体系も見直されていると とこれもありまして、あの陣内が出てきているところもありますので、引き続きですね。あのまあ、エクサビザーズあの,あの海外出身のエンジニアかなり多い形になっておりますがこちらの方の強みを活かしたですね。採用を進めているって形になっております。で、あの結論としましては、あのどちらもですね。かなり流動的な形にはなってきているものの。えー <laughs> あの採用単価がです、ね、あのどちらの領域もあのすごくこの右肩上がりに非常に強い勢いで高まっていっているかみたいなところで言うとそういう構造でもないなというところもいって分かってきておりまして、えー、こちらの方はですねあは市場の環境にちょっと柔軟に対応しているような形になっております。で一方であのこちらのスライドに出させていただいている通りですねあり我々、やっぱりシーズン採用をです、ね、今強化しているというところがもう1個のトランスフォームのポイントになりましてあのエンジニア採用の方はかなりからです、ね ですね、ティアワンのエンジニアがインバウンドで,です、ね、採用できるって形になってきておりましたが、えー、今回ですねビズデル側ももう一段階強化するっていうことを進めておりまして、えー、くさびざとアカデミアで,です、ね、このような形での,あのイベントをです、ね、開催させていただいておりますでアカデミアはこの特別編以外にもです、ね、かなり開催させてきているんですけれども、えー、非常に引き合いが強いと。でいわゆるその例えばコンンサルティングファームですとか、あのーまあ、その他の他 a i プレイヤーとですねやはりこのエクサウィザーズがあのワンストップでさまざまなウィザードの人たちがいて社会課題に向き合って,るっているところがですねかなり違うという、えー、認知をあのしていただけるような形になっておりまして、VisDev、えー、の方もですねかなり Tier1 レベルの,あの進卒作業が進んできているという形になっておりますので、来季以降楽しみなところかなというふうに考えております。あ,ありがとうございます。 えっと、ちょっと三つ目の質問として、えー、っと、来期以降の収益性の考え方について教えてください。 えとまあ、今一つ方向性としては、コストベネフィットを見合ったあの採用費の投下って話がもちろん来期はコスト効率化に効いてくると思うんですけど、一方であの AI プロダクツの部分もですね、なんかこうコスト効率化するんじゃないかと思っていて、この AI プロダクトの収益性の面含めて、えっと、来期の収益性について、現時点でどういった展望をお持ちなのかについて、えー、と伺えればと思います。私からは以上です。 はい、ありがとうございますあの今回、ご説明させていただいた通り、やはりあの売上が上昇してまいりますと、我々大量のマーケティング費用を投下するようなモデルではありませんので、AI プロダクトの方もですね、あの利益面でかなり効率化されてくるというような形になっております。であのトレンドとしてはそのような形になるのですが、あの通期の,あの計画につきましては、次回の決算でお出しさせていただくという形になりますので、えー、その中でですねあの詳細につきましてはあの、えー、ご説明させていただければと思っております。 思いましたありがとうございましたありがとうございましたそれではですねえっとコメント欄でですね、えっと、匿名の方からいただいておりますえー、読み上げます一部大型案件の縮小について理由を教えていただけますでしょうか完全な個社要因としていいのかそれとも今後も一定確率で別の大口顧客でも発生するリスクを考慮しておくべきでしょうか石山さんお願いいたします はいあの、イメージであのご説明しますと、まあ、今回、えー、もともとです、ね、通期では一定の予算化というところを、まあ、あの両者の中で,です、ね、握っておりまして、でいわゆるその、まあ、大型顧客の中の、えー、CXO ですとか、役員クラスの方々もです、ね、予算化というところに行って合意していたようなあの見立てレベルのです、ね、予算であったというような形になっております。ここれがそのののの中でのです、ねえーまあ、財務状況のです、ね、あの変化とというところで IT バジェットあるいはそれ以上にですねあのそれも含めた IT バジェットも含めたもろもろの予算削減みたいなところの煽りを受けまして影響を受けているというところがあるんですが各案件につきましてもやはりこのギリギリのところで我々もしかしたら入るかもしれないというところもあのかなりありまして当然あのえー今年度中のですね あのまあ、いわゆるキャッシュインというところがちょっと難しくなってしまいましたので、今回、えー、修正させていただいているところもありますが、あのまあ、いくつかの案件につきましては、来年度の、ね、予算化も含めてです、ね、追っているみたいな、そんな形の、えー、環境になっております。で、これが、なのであの、また4月以降になりますと、バジェットが新規になったりみたいなことが各社始まってくるわけなんですけれども、感覚としては、あの定性的にはそんな形のものになっております。であのまずこの <coughs> 次のですね第4四半期まで含めてですね 一定の波落が見える案件があるかというと、現在は見通しとしてはですねない形になっておりますので、それを見越した形で今回通期の業績を出させていただいているという形になっております。で一方で次回の決算で、あの来期以降のですね事業計画また出させていただく形になりますが、この時にですね、あの今回のですね波乱の要因みたいなところをあのまあ、どのような形でちょっと吸収して計画を策定するかというところは今あの PDCA を回している形になりますが、えー、うまくですね吸収した形の中であの計画精度をですね高めて いきたいというふうに考えております。ありがとうございます。えー、もう一件、えー、匿名できているものを、えー、読み上げさせていただきます。エクサベーススタジオの進捗はいかがでしょうか。テストマーケティングという話もありましたが、顧、えー、客との、えー、足元の開発状況と今後の展望などを可能な範囲でアップデートをお知らせください。 柴山様、よろしくお願いします。はい、えー、現在ですね、あのかなり多くのあの企業様とあのパイロットでのですね活用を始めさせていただいておりまして、でもう少し進捗するとですね、あの具体的にあの 各社の事業の中でですねどういうふうにエクサベーススタジオが活用できるのかということもあの発表できそうなですね水準のレベルまで来ているというような形になっておりますので、あの次回のですねあの計算説明会ではあの、まあ、あのこ今回、我々のキーのプロダクトとなりますエクサベーススタジオのです、ね、進捗につきましてもいろいろとあのご説明をさせていただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、えー、他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。えー、手を挙げるボタンを貼、えー、っていただいてお知らせください。 にごご質問のあある方いいいらっししゃまませんでしょううか、はい、ありがとうございますそれでは以上をもちまして株式会社エクサビザーズ2023年3月期第3四半期決算説明会を終了いたします。ご参加いただきまして大変ありがとうございました。 ありがとうございました。それでは主催者よりセミナーを終了させていただきます。ありがとうございました。